今やエアロビクス人口は日本全国におよそ600万人と言われているが、菊池さんは初心者から上級者までそれぞれの体力や能力に応じて教える。そのためには菊池さんは必ず一人一人の目を見て、その人の上達の度合いを見極めながら徐々にペースを上げる。色とりどりのレオタードで踊る生徒たち、その生徒たち一人一人の体力や能力をまず把握することからインストラクターの仕事は始まる。そのためには体重どうエアロビクスなんですね。エアロビクスをやらないと皮下脂肪は落ちません。さてエアロビクスとは何か。それは有酸素運動といって、体内により多くの酸素を取り入れ栄養素をエネルギーに変える運動。これを